どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、ゆうこれです。新ダンジョンに触れてるんですが、今回ですね、最新情報来てるんで解説していこうと思います。はい。今回の情報なんですけども、こちら、滞在ルート垣根勇者が復刻いたします。こちら、明日の昼12時からですね、もうすぐに復活するみたいです。はい。で、滞在ルートの鍵の勇者とはですね、暴れ回る滞在ルートから世界を守るために立ち上がり、神々から授かった鍵の力で卵へと封印した勇者たちということでね、こちら滞在ルート鍵の勇者イベントが来ます。僕は明日大学なんでちょっと参戦できなそうですけど、今回ですね、こちらのイベント来るということで、新キャラ情報、そして能力調整、情報を見ていこうと思います。はい。まあ、その前にまずはですね、いつも通り、今回新キャラはトリスとアンフローみたいとなっていて、さらに既存キャラの能力調整もあります。はい。で、開催記念滞在ルート鍵の勇者ガチャ確定ラインナップが、1回ですね。1回もらえます。星5から星7ランダムで1体がもらえてって感じになります。はい。で、さらにですね、こちら。魔法石2個プラス滞在ルート鍵の勇者確定ガチャが250円。そして星7確定が3680円となります。はい。で、初めてアンフレを入手すると、滞在ルート鍵の勇者の BGM セットが解放されますと。確定はないっぽいですね、アンフロイは。あくまで BGM はおまけ、確定はないっぽいです。まあ、そんなのどうでもいいんで、とにかく新キャラ情報をまず見たいんでね、新キャラ情報から見ていこうと思います。行きましょう。ということで、まずは新キャラ、トリスから見ていきましょう。こちら、新しく実装される星7キャラです。入手率は多分 1%。めちゃめちゃゲットは大変だと思う。で、このタイミングで実装っていうことは、まあ、シンプルに、新ダンジョンですね。新ダンジョンの、100式あるじゃないですか。100式で適正になるキャラなんじゃないかなと思います。さあ、見ていきましょう。このキャラからいろいろ情報取れそうだけど、まずは変身前、スキビオン10強封印にバインドプラスです。スキルは1ターンダメージ無効に変身が27ターンスキルですね。そしてリーダースキル、指12秒固定で10コンボダメージ半減、水の10個ゲシ1個につき攻撃力が16倍です。なんだそれ。こちらが変身後ですね、覚醒から無効間に10強3つ、枝豆2つ、封印、バインド耐性プラスです。はい。これ125倍に無効間の 2.5 倍あるんで300倍ぐらい出るんですね。軽く化け物ですね。さらに枝豆もあると。スキルがドロップロックを解除し、両端縦1列を水ドロップに変化が2ターンです。これは超つなげしでめちゃくちゃ強いですね。まあ、なんか昨日ね、ストリーがなんか超つなげし強化入って、なんか匂うなって感じしたんですけど、やっぱりこっちで来ましたね。リーダースキル、指12秒固定で、10コンボ以上でダメージを激減、水10個ゲシ1個につき攻撃力が20倍、固定500万ダメージです。なるほど。ってことは、結構100式ダンジョンは、火力がもちろん必要はもちろんなんだけど、76潰し来そうですね、これ。このキャラが6号盤面キャラってことは、76潰し来そうだな。で、これ水10個で攻撃力20倍に固定500万なんで、つまり水の10個消しを2セット組んであげた場合ですね、は400倍火力出るわけですよね、400倍。で、例えば相方が20倍でも8000倍とか、まあ、トリストリスだったら、16万倍ですか。16万倍出るので、まあ、そんぐらいの火力が必要なダンジョンかもしれませんね、100式は。マジでこのタイミングでこのキャラ出るっていうのは、それぐらいやばいダンジョンな気がします、100式は。とにかく火力特化って感じかな。そしてトリスは100式の適正になりそうな感じがもうめちゃめちゃします。ボスも非属性っぽかったしね。そしてトリスの、武器ですね。回復タイプ追加、枝豆スキル、回復ドロ強、攻撃強化です。スキルは自分以外の味方スキルが2ターン溜まって、20ターン強化ドロップが 50% の確率で降ってくるが13ターンって感じになってます。これがトリスですね。はい。まあでも正直武器は別にって感じで、まあ使うとしたらやっぱりまずはこのね、キャラの方になりそうです。で、武器に関しても、枝豆スキブ、さらに2ターンヘイスト持ってるんで、枝豆パーティーとかではかなり強そうですが、まあ、やっぱり優先はね、キャラになるのかなと思います。チンダンの適正なる気がめちゃめちゃしますけどもね。はい、これがトリスです。はい。で、もう1体の新キャラクター、こちら、アンフロイですね。見ていきましょう。変身前、スキブ3つ、封印10強、2ウェイ2つです。スキルは最上段を木、最下段を回復に変化、そして変身が25ターンです。リーダースキル、木の2コンボでダメージを軽減、攻撃力が9倍、攻撃タイプの全バラが2倍となっております。はい。そして変身後見ていきましょう。こちら、1段階ですね。25ターン変身でこんな感じ。覚醒、スキブ、指延長プラス2つ、無効間10強2つ、2ウェイ6個です。はい、すごいね。無効間に10強2個あるにもかかわらず、2ウェイも6個あるっていう超火力特化キャラで、バインドとかはありません。スキル、闇ドロップを機に、水ドロップを回復に変化、1ターン敵全体が貴族性に変化が2ターンです。これ強いけど、水属性じゃないんだね。あくまで貴族性に変化なんですね。水属性だったら間違いなくぶっ壊れだったんだけど、貴族性だったらどうだろうって感じではあるかな。まあ、これがアンフロイです。
まあまあまあ、木と火で戦う編成とかならかなり強そうなんだけど、リーダースキルは木の2コンボのダメージを軽減、攻撃力7倍、4コンボ加算、攻撃タイプの全パラが 2.8 倍って感じになってます。まあ、火力も出せて優秀なキャラではあるけどって感じ。スキルがまあ問題は貴族性変化なんで、ここがどうなるかって感じではありますね。まあ、あくまで星6キャラのアンフロイです。武器、貴族性追加、スキブ、攻撃強化です。スキルは2ターン敵全体が水属性に変化、2ターンダブル吸収無効が14ターンって感じになってます。これも使える場所があればめっちゃ強そうですね。はい。で、続きまして、ミアですね。武器が追加されます。見ていきましょう。こちら。チーム HP3 つ、7強に攻撃強化です。スキルは2ターンダメージを激減。ロック解除に光回復認食人が12ターンって感じになってます。めっちゃ強いね。これがミア武器です。はい。続きまして、グレオン等ですね。こちらキャラたちがかなり調整入るんで、全部見ていこうと思います。いきましょう。まずはグレオン。この前強化入ったんで武器だけですね。スキブ、ヒドロ強2つ、チーム HP2 つ、7強攻撃強化になりました。7強が1個増えましたね。メニットです。覚醒7強、3色攻撃強化に7強2つ、L 字、指延長プラス3つ、封印、バインド耐性プラス持ちに変わりました。3色攻撃強化になったのかな、1個だけ。で、ステータスが攻撃力が7746になったんで、2倍になりましたね。もう俺は突っ込まんよ。で、スキルは一緒で、リーダースキルが3色同時で2コンボ加算、固定100万ダメージ、回復十字でダメージ激減、攻撃力が24倍になりました。はい。まあ、70% 軽減が 75% 激減になったって感じだね。そしてメニット武器、超覚醒なんとまさかの十字が増えましたか。いいですね。スキルも3ターンダブル吸収無効に3ターンダメージ無効貫通に、おい、メニット武器めちゃくちゃぶっ壊れ武器になってる。これ。これめちゃめちゃ強いですね。そもそも、3ターンダブル吸収無効って、20ターンで3ターンダブル吸収ダメージ無効スキブチーム HP チーム回復2つ10時。ユニット武器最強ですね。最強。ぶっ壊れ自動。マジでね。これ超強い。で、アムリネアです。スキル2ターン指が3秒延長。ランダムネルルット2個生成ドロップロック解除が2ターンです。もともとはなんだ、指延長がなかったのか。なるほどね。で、リーダースキル攻撃と回復タイプの HP と回復力が 2.1 倍、攻撃力が5倍、5色同時でダメージを半減、攻撃力5倍、3コンボ加算です。まあ、こんだけ耐久力が増えればワンチャン強いのか。結構アムリネアって使いづらさがあるキャラってイメージでそんなに刺さってない感じはしましたけど、まあ、もしかしたらちょっとここまで強化もらったら強いかも。まあ、実際に使ってからって感じかな。アムリネア武器スキブ指延長プラス2つ、3色攻撃強化に攻撃力強化です。スキルは1ターン指が2倍、ドロップ6を解除、1ターンランダムルレット1個生成です。待って、冷静に考えても 4.2 倍だからそれなりに強そうだな。追い打ちがないから相方で補うとして、いや、あぶりね、さすがにこれ強いだよ。強いよ、さすがに強いと。で、フェルルです。はい。武器、あ、キャラ7強3つ無効間に超1、2つ指延長プラス封印バインドプラスです。スキルは1ターン回復と自分と光の攻撃力が3倍、再下段を光に変化、光ドロップ6が3ターンです。リーダースキル光の HP と回復が2倍、攻撃力が20倍、毒ダメージ無効、光6個消しダメージを半減、3コマ加算となってます。はい。これがフェルレですね。で、武器スキブバインド枝豆超打ち光列2つ、攻撃強化。スキルはドロップ6を解除、光と回復を15ずつ生成、4ターンダメージ半減に、サブと光の攻撃力3倍が13ターンって感じになってます。まあ、フェルラはぼちぼちそんな強いわけじゃないかな。ユクス、ステータス上がりました。リーダースキル闇の HP2.1 倍、 HP50% 以下とダメージを半減、闇の2コンボ以上で攻撃力が25倍、固定300万ダメージです。まあ、自称はでも結構ね、使いづらいからね、なかなか使わなさそう。武器スキブバインド 50% 以下強化、闇列2つです。スキルは HP50% 減少、再現名も闇に変化、2ターンダブル吸収無効が10ターンとなってます。もともとバインドなかったよね、なかったんでバインドが増えてスキルも10ターンになってね、使いやすくなりましたね。はい。続きまして、嫉妬の卵ですね。でバインドスキブ水ドロキョウ打つ攻撃強化です。スキルは3ターンダメージ無効貫通、6回上の食人が13ターンになりました。いいね、3ターン無効も強い。進化後です。3ターン無効間6解除4食人で、リーダースキル指9秒固定で、ドラゴンタイプの HP が4倍、攻撃は7倍、4食同時で攻撃力3倍、3コンボ加算となってます。小学生はスキブプラス増えてスキブ8個持ちまで増えるようになりました。やばい。さあ、続きましてフェゴラン。覚醒がバインドスキブクライミング2つ、毒耐性2つ、攻撃強化になってます。フェゴランは強化されたのはリーダースキルだけですか。はい。受けるダメージを半減、4色同時で攻撃力22倍、ダメージ軽減5色で固定500万です。フェゴランはラフィーネで使われてるってことで強化入りませんね。はい。攻撃の卵、バインドスキブ毒耐性3つ、攻撃強化です。スキルは1ターンダブル吸収無効に2ターン変質が14ターンになりました。
アマモアです、超学生は超つなげしが増えたのか。なるほど、花火周回とかなる強そう。まあ、スキルがダブル吸収の子に2ターン並走になったので使い勝手良くなって、リーダースキルは落ち込んなしドラゴンタイプの HP4 倍、攻撃力は9倍、 50% 以上で攻撃力 2.5 倍、2指3秒延長となってます。これがアマモアです。さあ続きまして、フンドの卵ですね。覚醒、スキブ、枝豆、闇列3つ、攻撃強化です。スキルは消せない場合の覚醒無効全回復に、3ターンサブと引き闇の攻撃力が3倍です。めっちゃ強くなってるね。変化後です。まあ、スキルが同じように強くなって、リーダースキルは悪魔タイプの HP が4倍、HP80% 以下で攻撃力が6倍、ドロップ攻撃して攻撃力4倍、固定1ダメージになってます。超覚醒は7強ですね。はい、続きまして、色欲の卵。指操作負荷追い打ち回復強化です。スキルは2ターン指と火の攻撃力4倍に2ターンヘイスト。まあ星5キャラって感じやね。で続きまして、進化後バリアスです。スキブ6個になってます。はい。で続きまして、傲慢の卵。覚醒が枝豆雲光コンボ強化 HP で、スキルは6解除に光回復15生成が10ターンとなってます。これ10ターンめっちゃいいね。続きまして、ファデル、進化後ですね。スキーブ後に封印指、超つなげし無効化の超打ちになりました。超覚醒は超つなげしはないですね。はい。で暴食、50倍化強化、闇泥鏡2つ、追い打ち攻撃強化、スキルは HP50% 減少に6解除水闇の2色陣に変化が8ターンとなってます。さあラスト、ミアです。ちょっと期待してる人多いキャラだと思ってるんで、僕はミアは。さあ期待してみていきましょう。覚醒はまず変わりません。まあ、これは別にいいです。もともとミアの火力は別に悪くないんで。スキル1ターン自分の攻撃力が2倍、ロック解除光回復構図生成です。なんでやねん、なんで自分だけやねん。まあまあまあいいや。リーダースキル、受けるダメージは 60% 軽減、8コンボ以上で攻撃力と回復力が3倍、光回復の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力8倍、2コンボ加算です。軽減率は72ん待てよ、7060だから70%か、 70% 軽減になりました。まあ、火力も24倍には上がってはいる。一応ぼちぼちって感じになってます。はい、これがね今回のねタイゼルと鍵の石の強化情報でした。まあ、メニット武器とかめちゃくちゃ強そうな感じはするけど、やっぱり既存キャラよりかはまあ新キャラのね、まあ、確実にこの新キャラのトリスがね強いんじゃないかなと思います。まあこれはほんと新ダンジョン超適正キャラになる気もするんでね、格式取ろうと思ってる人はねちょっとこのキャラチェックしておいてください。ということで今回の動画は終わりになります。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。